猿の楽天が目に浮かぶぜ。まあ、奪い返されねえためにも互いに足を引かぬようただ一心に努めるのみ。え、所詮は猿よ、偽りの王よ。熱血野郎なんざ目じゃねえ。総大将は竜王だ。同格などとは認めはせぬぞ。総大将は雪村様だ。この同盟の長だが、より活躍した軍の主でどうだ。うん、それだけにも異動はない。お前はどう思う、サスケ。俺様も賛成だね。竜の旦那を顎で使えるいい機会。おお、ならばなおさら破れるわけにはいきませんが、まさか誰に言ってる。ヒヤッホー、伊達の軍馬は展開し、なんの日の本一にふさわしきはこの完結馬道。片や勇猛、片や暴走、なんというゆしき組み合わせか。レッツゴー、落ちろ。ギョッ、この手で切り開く。行くのだ、サスケ。了解、やりごたえのあるお仕事だね。迫られたな。あんたの爪が甘いんじゃねえか。何を言われるか、マサムネ殿。秘伝の軍こそいささか奔放にせよ。てめえに限って問題ねえとは思うが、口がよ。当然、同盟の第一歩でつまずいちゃいられないっての。福士郎、俺に言いたいことがあるんだろう。ならばマサムネ、この場を城にし、その暁に俺の代わりに勝るべ、真田幸村、マサムネ様が冠された王という名のありよう。やだな、秘伝の思いと忠義にかけ、必ずや。あんたなんかに後を任せることになるのね。せいぜい刺激しないでくれよな、うちの大将。悪いよな、死ねえぞ。うまい、死ねえ。バカな、他ならぬ貴殿と組んでのこの体たらく。それだけ手ごわい相手ってことだ。上等だとは思わねえか。残り一つくれてやるかよ、俺らがいる限り。この地高めの怪奇譚はあるんだろうか。天族が正義、ここに落とせ。あなた、映し鏡となり。かつての私なら危機として追い求めただろうな。俺たちのうちどちらが上か、それは間もなく示される。開門せよ、この雪村と政宗殿が引き受ける。お見事、私では到底なしへの働きでしょう。不意識で世を遮り来ると思うたが、そう今その鉄が高いわ。世を誰と忍じておるか。今下したこれが物らにおける手だれとな。たまには。ようやくこの時が来たか。随分と長かったじゃねえか。秘伝との偽りなき上限、定めるは恐ろしくもあった。テイプティーシュ、気楽に行こうぜ。一本でも六本でも同じだ、侮っちゃいねえぜ。シード
していてん。俺は諦めねえ。望みのままに世に下しえぬ者ぞなし。必ず立ち上がる。我が二層地に突き立てり。三千世界のいずれにも世を制しうる者はなし。